したようです。有馬記念のスタートです。ゲートが開いてスタートが切られました。いいスタートを切りました。そしてすぐ桜進撃が行きました。桜進撃、そしてハワイアンイメージ、プリティキャストはまだ行きません。赤い帽子紅葉ボーイが現在は3番手です。一目散に逃げます。桜進撃、早くも3馬身ぐらいのリードをつけました。ハワイアンイメージ、そしてやや遅れた感じでプリティキャストが行きました。プリティキャスト、ご波乱を過ぎたら絶対頭に立つと言っておりました。プリティキャストが桜進撃に並びかけようという感じで1周目第4コーナーを回ります。桜進撃が先頭です。そしてプリティキャストが2番手です。ハワイアンイメージが真ん中におりまして4番手、そのインコースから保養ボーイわずかに遅れまして竹のハッピーが5番手、その後1馬身半ぐらい緑の帽子がアロマセット、その外側に目のハッピー、目のハッピーが外をガチッと抑えまして集団を進んでおります。その後に金見信、そして5番のサーメンプリンスがついている。桂のハイセイコは後方から3投目、1番最後は雪福王、最後から2投目に輪の太陽。第1コーナーを回るところ先頭の桜進撃は1馬身半から2馬身ぐらい2番手以下にリードを奪っております。紅葉ボーイ2番手、3番手には竹のハッピー、そして天皇賞馬プリティキャストは4番手で我慢であります。内々を通ってハワイアンイメージ、皐月賞馬、この後3馬身馬群が切れました。アランスゼット、そしてその外側に1番人気のメジロファントンがつけております。さあメジロファントンが中段からちょっと上がり気味、タレミロクがこのメジロファントンをマークしながら進みます。桂のハイセイコーは後方待機、がっちりと抑えております。向こう上面の中間地点に差し掛かりました。桜進撃も自分のペースで逃げております。自分のペースで逃げている。ダービーの再現になるか、あわやと思わせるところまで行きました。桜進撃の逃げ、そしてプリティキャストは3番手から上がってまいりました。そして早めにメジロファントンも来た、そしてカネミロンも桂のハイセイコーもこの辺で仕掛けていきました。この辺で仕掛けていきました。3コーナーカーブ手前で仕掛けていきました。2番手は現在は竹のハッピー、竹のハッピーが2番手キープです。先頭まだ桜進撃の余裕があります。竹のハッピー2番手、3番手は抱擁ボーイ、桂のハイセイコー来た、桂のハイセイコーがちょっと3番手グループまで上がってきた。そして白いボーイメジロファントンも来た。いい勝負になりました。3、4コーナーの中間地点、勇気を浴びて11頭が始まってまいりました。1頭を狩りましたのはプリティキャスト、プリティキャストは10頭から